アズ川サービスエリアは、長野県安曇野市及び、松本市の長野自動車道にある、サービスエリアである。長野自動車道唯一のガソリンスタンドと24時間、営業の売店がある SA である。アズ川スマートインターチェンジを併設する。上り線側施設下り線側施設、アズ川スマートインターチェンジは、アズ川サービスエリアに、併設のスマートインターチェンジである。 2010年11月27日にスマートインターチェンジが共用開始した。上り線に隣接する安住や産業団地へのアクセスや上田方面に通じる国道147号への接続、観光機に混雑する安曇の IC、松本インターチェンジの渋滞感は長野県立子ども病院、寝台付属病院にも近いことから緊急搬送時の時間短縮にも効果が 期待されている。上下線は、あずさ川を渡るあずさ川橋を挟んで 0.8km 離れている。スマート IC から侵入した車両が、2014年4月1日から、上り線、同年6月11日から、下り線の SA 施設を利用可能となった。これまでは、スマート IC から流入した車両が、SA 内の駐車場に止めようとする場合、 逆走する形となり危険なことから利用不可だったが駐車場の新設に伴い利用可能となる SA 内の駐車場のレイアウトを見直しスマート IC から侵入車両用に最大で5台分の駐車スペースを確保したあずさ川スマート IC から SA 利用可能に長野産経ニュース2014年3月30日付あずさ川スマートインターチェンジに関するカテゴリー ありがとうございます。